はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は復刻、配布サーバントがもし復刻されたら、どういうサーバントの宝具レベルを上げた方がいいの、レアプリズムを上げた方がいいのというのをお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。解説動画ですね。ではもう早速やっていくんですが、前回の動画からそのまま撮っているんで、もう先にまとめております。はい。で、配布サーバントとしては、メカエリちゃんを除いたら合計26体いるという形ですね。125を1体と数えたらって感じか。そういう感じになっております。で、個人的に復刻が今後ありそうだなっていうサーバントは数体いるんで、そこはちょっと除いてお話、今回していきたいなと思います。ではもう早速やっていくんですが、個人的に、宝具レベル上げといた方がいいなというサーバントなんですが、まず1人目が、金時さんですね。なぜかというと単純です。NP チャージ、これ 50% チャージです。強い。宝具火力がとても強いといった意味で、持っておいて損ないサーバントかなと思います。スキル構成から見た時に、あれそこまで強くないじゃん。最近のサーバントと比べると微妙だなと思う時があるんですが、やっぱりね、この子に関してはね、宝具火力が頭おかしい、強いっていうのがあったりするんで、おすすめしたいなと思います。で、一応スキルマにしてるの前提なんですが、黒聖杯運用が可能となっております。スカリーが実装されたということで、NP50% 付与、金時の NP50%、黒聖杯、即宝具打ち可能、行ってこいっていうのでね、簡単にお手軽20万、30万っていうのが出せたりするといった意味で、宝具レベル5にする。べきサーバントの一人なんじゃないかなと思っております。そして次なんですが、次は個人的に黒ですね。理由としてなんですが、金時と一緒です。NP50% チャージがめっちゃ強いからです。で、スキル構成見たときに、回避ある、投影魔術である、NP50% チャージあるということで、結構金時よりも耐久性能としては、黒の方が高いかなと思います。で、黒と金時どういうのが違うのってなった時に、宝具の色が違います。で、宝具の回転率だけで話した時に、スカリーでダブルバフってたらもちろん金時も相当強いんですが、黒の方が比較的に簡単に、宝具回転に関しては、連発することができます。かつね、黒に関しては自身に必中をつけてくれるということで、回避相手に強い。これがいいよね。そういった意味で結構おすすめしたいなと思います。で、次。次なんですが、個人的に BB ちゃんかな。BB ちゃんなんですが、なぜかというと、第1スキル、敵単体、味方単体の弱体を解除しつつ、HP 回復の弱体無効1回の3ターン。これ優秀だね。で、敵単体の無敵状態解除しつつ確率でスタン。これも優秀。自己改造、自身のクリティカル威力アップし、スター集中度アップ。これも優秀といった意味で、スキル構成が、黒とか金時に比べた時にめっちゃ強いです。正直スキル構成だけで見ると、BB ちゃんの方が圧倒的に強いです。で、宝具に関しては、アーツ宝具で黒と一緒なんですが、敵単体に超強力な攻撃、弱体耐性3ターンダウン、そして味方全体の NP を増やす。ここがポイントです。味方全体の NP を増やす。これがね、変わるんだよね。高難易度してる時に。基本、単体宝具のキャラクターって味方のサポートをあまりせずに自身の宝具をガン回ししていこうっていう感じなんですが、BB ちゃんに関しては、味方全体に NP を配ってくれるといった意味で、味方も宝具回転率を上げつつ、自分も宝具回転率を上げることができる。弱いわけがないよねっていう形です。で、黒と、BB ちゃん、どっちの方が優先度高いかって言われると、有利属性が多い黒の方を取った方がやっぱりいいです。BB ちゃんに関してはムーンキャンサーということで、アベンジャークラスには有利取れるんですが、あとバーサーカーだね。には取れるんですが、それ以外は基本当倍になってしまう。ルーラー相手だったら、確か、ダメージ結構食らうよね。っていうこともあったりするんで、そのことを考えたときに、やっぱ比較的にセイバーに有効打を取れるアーチャーの黒の方が、基本使い勝手としては、かつ周回の使い勝手としてもいいんじゃないかなと思います。ただ黒に関しては完全的なアタッカー、BB に関してはアタッカーなんですが、味方もサポートできるキャラクターと割り切ってもらえればいいかなと。もう自身だけで殴っていこうと思うんだったら黒、サポートしつつ殴りたいなと思うんだったら BB ちゃんという感じでいいかなと思います。攻撃、防御バフ、マシとかで貼ってあげるとさらにいいかな。で、次なんですが、次は、スカサ派かな。理由としてなんですが、スキル構成見ても、まあ普通です。うん。宝具ですね。宝具が敵全体に強力な攻撃、低確率で即死不要という感じなんですが、全体宝具のアサシンっていうのはほんと数えるぐらいしかいません。基本単体宝具のアサシンしかいないです。そういった時に全体宝具を1体でも持っている、宝具5を持っているってなった時に、ライダークラス、に有利が取れて周回がしやすいっていうことになったりするんで、そういった意味で、おすすめいたします。でそれだったら別にグレイで良くないっていうのもあったりするんですが、グレイに関しては事件簿の復刻が多分今年の10月もしくは来年の4月とか3月ぐらいに来るかなと個人的に予想しているんで、今回の新しいコンテンツの内容としては入らないんじゃないかな、まだ入らないんじゃないかなと思います。ただ仮に入ったとしたら、スカサ派よりもグレイの方が優先度は高いです。なぜかというとグレイは NP チャージを持っているから、そこが優秀ですね。で、次なんですが、次は、ジャンタかな。うん。なぜかというと、NP20% を持っている、わりかし使い勝手がいい全体ランサーだからです。で、全体ランサー他に誰がいるのってなった時に、期間限定とかだった場合、スカサ派と、スカサ派じゃないわ。エレシキガルとか NP50% チャージの持ってる、ストゲンだったら獅子王がいるとかになったりするんですが、その星4以下で考えた時に NP20% チャージ持ってるキャラクターって本当にいないんですよね。で、ロムルスが一応 NP チャージ 20% 持っているんですが、皇帝特権が不安定要素となるってなった時に、ちょっとおすすめできない。ってなった時に、ジャンタの宝具5ですねがいると相当使い勝手としては結構良くなるんじゃないかなと思います。ミトツカレス校から即宝具打ちっていうのが強いね。で、NP を増やすに関してはスキル上げをしないでいいっていうのも結構いい点なんじゃないかなと思ってます。スキル上げするしないかでね、QP とか素材とかがなくなってしまうんで、そういった意味でも優しいという形になっております。個人的におすすめするサーバントはここら辺かな。希少価値っていうことを考えたら、キャスター視点ちゃんもおすすめです。なぜかというと、単体のキャスターだからです。単体のキャスター、テイレア、メディアさんしかいないということもあって、一応星4サーバントでオケキャスとミドキャス。星5で三蔵ちゃんとかっていう、本当にね、キャスターの単体も数えられる程度しかいないってことを考えた時に、ゲットしといて損はないかなと思います。で、自身に必中状態を付与してくれる優秀ですね。で、一応第3スキルで、自身に魔性状態を付与してくれるんで、魔性を持ってる相手だった場合、ポーンと飛ばせば敵は勝手に死にます。ただ魔性を持ってる敵っていうのがあまりいなかったりもするんで、フリークエストとかだったらいるんですが、サーバントではあまり持ってないっていうのが多かったりするんで、そこだけがちょっと注意必要かなと思います。それ以外、おすすめするサーバントとしては、そこまでいないかな。全体宝具の火力だけ求めたいっていう人はサンタオルタです。理由としてなんですが、これ敵全体にとても強力な攻撃です。他の全体アサシンとか、全体キャラですね、とかを見たときに強力、イシュタルも強力、あと全体宝具系、強力ってなったときに、とても強力って書いているのがサンタオルタとかしかいないんですよね。そうなったときにやっぱ宝具の火力でぶん殴りてえなって思うんだったら、サンタオルタ交換するのもありかなと思います。希少価値としてはそこら辺かなと思います。ただ人気度的なことを考えたら、四季さんとかノップとかは結構交換したい人は多いんじゃないかなと思います。ただ、この2人とか、人気系のキャラクターをおすすめしない理由なんですが、超単純で競争相手が結構多いってだけです。ノップだった場合、他の星4アーチャーとか星5アーチャーが魔境すぎて、魔境の中の魔境で戦ってるってなった時に、ノップ、まあ確かに騎乗スキルで特攻乗って強いんですが、ちょっと微妙だなと思う反面がある。アサシンのシキさん、アーツのアサシンということで、まあ珍しい方なんですが、基本アサシンって単体宝具しかいないよねってなった時に、ちょっと微妙になっちゃうかなっていうのもあったりするし、まあそこら辺のこと踏まえた上で、まあ基本的に、個人的に自分がおすすめするのは、金時、黒、BB、ジャンタ、そして、スカサハ、もしくはグレイという感じになるんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらったら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。